はい、はい、どうもおはようございます。高田馬場です。三角です。おはようございます。はい、超人五輪3日目最終種目、うん、大取りですね、はい、新サマレスピース大会の時間となりました。はい、ちょっと、終点が危なくなってきましたので、4台進行と、はい、4台で、暴挙に出たいと思います。いきましょう。はい、というわけで、配信台の方が、ザコとタケアン、そして組み合わせ4126と鳴沢優衣と、鳴木 DDD フェアと6、こちらの方を、今組み合わせ終了して、席に座ってもらってますと、いうことです。じゃあいや行きますか。はい、では超人五輪3日目最終種目、新サムライスピリッツ大会、噛んじゃった、行きましょう。はい、始めたいと思います。新サム大会行きます。はい、ワンピー側が、ザコ、ツピー側がタケアンですね、はい、これもすごい対決ですね、はい、なかなか俺の髪からスタートということで、はい、シャルロットを使うのがザコさんで、タケアンはゲンアン来ましたね。タケアンといえばゲンアン、スタート、放送禁止ゾーン切っていくな、ね、タケアンで大蹴り。さあここ新サムの方はもうあれなんですね、その全キャラ、うん、ともないです。全キャラとかそういうこだわりないから、もうないですね。強いキャラ、もう強いキャラで押し付けが大好きなザコさん。さてさて、回っていくのか。大幅なリードを奪っているのは、おっとここで、ああ使ったが、ここは何もない。走っていたところに蹴りが刺さる。まずは一覧の目、ザコが取っていく。さあ1本目を取ったのはザコ、そしてあっと見えない。相変わらずこれ初代も有効なんですよね、あの膝滑りが、うん、ね、あれね、あれめんどくさいですよね。謎のジャクスラ、ジャクスラとかろくなことないからやめてほしいよ。ワヒー2とかさ、あー対空使った、危ない。さあ竹やん1回戦でこれ早くも黄色信号かと思ってしまう。ザコはあるぞこれは。さあ DDD、 なるきは DDD の勝利、はい、おめでとう。トニー君が味方した。勝ってるのはいやん。さあチャランボが入る。リードを広げる竹やん。じゃあ死にかけ量、死にかけ量一番奥の台でお願いします。さあ毒が刺さる。なるさゆい飛び込んで、さすがに飛び込み、これが落とせない。さあ最後はキック、対空したのかな、着地の隙かちょっとわからないですけども、刺さってタケアン、ジェンアン一本取り返す。さあ 1-1 で迎える最終ラウンド、グリグラ光線量、奥から2番目の台でお願いします。さあつばぜり合い、これで落としたら取らしてくれないぞザコさん。おっ、取ってもいいよって、たまにはいい人アピール。あ、まあ新サムなんでね。さあ対空、じゃあちょっとこれで月の間を縫っていく。ああ、ここはダッシュ投げ漏れていた、下投げに刺さる。さあリードを奪っていく、ここで守りを固めていきたいが、おっとスライディング近づいて、まっすらで、おお、下大切りの拡散遠距離大切り使っていく。さあ毒切り、まだリードは、おっとこれでわからない、リードは竹谷に行ったのか、ほぼ五分。ここで投げ、さあほぼほぼ五分、若干シャルロットか、おっと MDC、 おっと弾きから大切りはスカール、下大切り。さあ弾いたりが食らったな竹谷。さあ何が通る、まだ生きてる、残り時間が10秒。さあわからない、あと一発入ればわからないぞ、投げ、おっとここで逆転、竹谷後がない、どうする、わあなんだ、相打ち来たぞ、竹谷持っている一か八かの肉回転がまさかの相打ちを呼んだ。さあこうまさかここは、まあ、確かにガードして削れる可能性もね当然ありましたからね、今の相打ちある意味正解だったのかもしれない。その結果はわからないが、最終ラウンド最終戦にもつれ込んだ。さあゼロ回戦から非常に熱い展開、それは止めて、ジャクジャク。さあこの辺ね、初サムで鍛えたこの弱足力かなり見せていきたいところ。さあ牽制牽制、あっと飛び込み張って、ここは回転で避けていく、ここは角換入らない。
さあ非常に若干ネタ的な、ね、感じもありつつ投げを通していく。さあ怒ったシャルロットはこの後の攻撃上昇が非常に怖い。さあ依然リードしているのはこれで広げましたね。さあこのシャルロットリードしている竹谷、おっとここで投げを通して、これでまだまだでも勝っている。だが非常に微妙なリードになっている。残り20秒切った。飛びが刺さるからの投げに行ったところ逆に投げる。さあこれで体力は竹谷が若干リード。残り10秒切った。ここで投げ通る。これは締め的か、まだ分からない。残り5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。ここで飛びは通らなかった。接戦を制し勝ったのは竹谷。いやー熱い展開ですね。素晴らしい試合ありがとうございました。ほいほい、じゃあ次は配信どこ、そこにしますか。あ、じゃあ不惑ガロボー配信台、不惑ガロボー、笹塚 D3D、その隣の台で。6位では3番目の台でお願いします。6と63とイデア、イデア、はい、お願いします。では行きましょう。配信台では 1P 側ウワクハオマル、そして 2P 側今日は右京で参戦ガロボー。来ましたねガロボー右京、これが強キャラ使いの慣れの果てですよ。皆さん覚えておいてくださいね。さあ投げていく。まあ、本人のために一応ね擁護する気もないですが、一応擁護っぽいこと言っておくとですね、ガルバさん右京みたいなすかしたかっこいいキャラは嫌いじゃないってずっと言ってるんですよね。まあ、シャルロットもそうですけど右京もまあ好きだと言ってたことを聞いたことはあるので、まあ許しやらんこともない。さあここで削っていく、しっかりと肉を食って、あーっと投げを通していく。ここでまさかのツバメ返し、あーここは近かったか、弱足ツバメ返しのすかし連携決めようと思ったんですかね。投げの前内だった、そこを見切って投げていく。不惑1ラウンド目取っていく、いや素晴らしいですね。本当に一瞬のとこ、一度ととかそういう世界な気がしますけども、投げを通していった素晴らしい。さあ第2ラウンド、じゃあ網の死にかけ、ここでまだ死にかけ、クワクさんこの投げに行く、おお、ここで大切り、投げに注目させて大切りで叩き込む。非常にクレバー、リンゴを投げ捨てる。あとでガロボーが拾い食いします、安心してください。さあここでそうですね、ガロボー名物パナシタイムがそろそろ来るんじゃないですかね、個人的な予想ですけども、おそらく残影踏み込み切りで、残像踏み込み切りでひたすらやってくると思いますけども。さあここ出したね、これはですね、おっと来たれ、新山削りが刺さる、勝ったのは不惑ガロボー、1回戦でザコシ、ありがとうございました、素晴らしい。じゃあ DDD 上北こまり、はい、DDD 上北こまり、すごいですねこれも、DDD 上北こまりを配信台で、はい、お願いします。63勝利ありがとうございます。63勝利、63勝利、イデオを破ってということですね。じゃあ2番目の台、2番目の台を、おじさまたけやん、おじさまとたけやん、あ、6勝利、はい、では配信台いきましょう。高専レオモサリ一番奥でお願いします。高専レオとモサリ一番奥でお願いします。はい、配信台では、シャルロット対決ですね。赤い方が上北さんのシャルロット、そして 2P 側青い方が DDD さんのシャルロットです。はい、先ほど、初サムでも好勝負をしてくれたこの2人が今度は新サムでも激突となっております。お、なんだ今のすごい、何でを抜けて出して抜けていった、あーパーグラデーション漏れた、絶叫がこだまする、ここでしっかり打撃破格。さあ上北さんね、先ほども言いましたけども新サムで準優勝という輝かしい、世界大会ですね、準優勝という輝かしい成績を収めたと。対する DDD さん、初サムが、ね、メインですけど、新さんもですね、D3D さんにモイプロバッジを引き換えにやるように厳命されているので結構やっていますという感じです。さあ牽制を繰り返して気づけば残り一発圏内、さあ残り25秒、このチクチクがさーっと半角で弱の半角弱差し込んでいった、
DDD がまずはこの差し合い接戦を制していく。そうですね、本当ああいうところがサムスピっぽいですね。実にね、間合い合戦、さっと大事体育見えている。中切りを刺してリードを広げる。さあ上北リードを奪われている。おっと癖ができる、さすがです。伏せてからだ、いや大事、これピョータか、この倒れ方危ない。大事、あっとジャックから、あジャンプキックから大事の連続技しっかり決める。勝ったのは DDD、 上北1回戦で死亡。いやーすごい接戦でしたね、ありがとうございました。パティナ勝利。はいはい、 D3D 微分いきましょう。お、すごいですね。さあ微分、今日はちょっといいですね、そのね、若干ちょっと決めてる感じの服装してますけども、ただまあかっこいいっぽく着てるその T シャツプリキュアですね黒い字に赤いなんか文字でいろいろと書いてあって、すげえかっこいいシルエットがあって、なんだと思ったらなんだプリキュアかっていう。さあ行きましょう、 1P 側 D3D、 そして 2P 側 B 分。おっと今回は占領強白対チャムチャムということで、普段なかなかね、見せないお互いのキャラということでしょうか。さあ先ほど野上配信でも連勝をしていたこの占領強白、正体は D3D さんでした。まあ、世界大会を半蔵で制していった D3D、まあ、当然ね全キャラ、使いこなすことができるんですけども、今回は強白ということで、強白ね、まあ、使い手は結構味方勢でも多いですけど、なかなかいわゆる新サム勢でちゃんと使ってる人がそんなにいないような印象あったり、ああ、あれか、デビル品川さんとかが使ってるぐらいですかね、まあ、使い手が結構少ない印象があるんですけども、まあ、4位ちゃんそうですね、今日はハオマルなんだ、なるほど。なんか超うろ覚えですけど、なんかゲームエースのダイアグラムで占領強白強くなかったっけ、上の方だった気がするんだけどね。モサリが勝利。さあそして一方の微分は、チャムチャムですね、まあ萌えキャラということで結構使っている印象はありますけども、大会でエントリーはすごく珍しいかもしれませんね。大体ナコルルかハオマルを使ってる印象。さあここで残り、おっとここで何を通していく、これはさすがに決まったか、残り1秒0秒バックステップで安定と。まずは1ラウンド時間に入れて制していったのは B 分のチャムチャム。さあ D3D1 ラウンドを取られた、ここで後がなくなったが2ラウンド目どうするの。ここでブレイクスパイラルを決めてチャムチャムリードを奪ってブーメランは避けていく、ブーメランを受け取って、さあ強白この月でね直線的な感じの形勢が多いという感じで、ここですら反角はなし、体力リードしている状態のチャムチャム。ここでおっとここでブーメランが刺さる。そうですね、京志郎側はやはりその向こうが手を出してきてくれたところを見切って何かしないといけないという感じですね。さあリードしているがまだ手を出していくチャムチャム、何か狙っているのか。さあ京志郎、おっと今の下段無敵なのか、うまい返しですね。さあスライディングからダッシュでいったが、ここで投げを返していく。さあリードがこの状況で20秒来た。さあここは距離も使って軸、あっと投げを通していく、これは決まった。勝ったのは微分チャムチャム、世界王者 D3D。 素晴らしい試合でしたね。やばいね、いいですね。はい、ごめんなさい、ちょっとすいません、ちょっと。はい、鳴沢君勝利。あ、そこチャムチャムだ。じゃあ、DDD63。はい、DDD63、お願いします。死にかけモサリー。はい、死にかけモサリー。いやー、しかし D3D さん、まさかの。まあ、相手がねビムさんということもありましたが1回戦敗退ということで、さあ今回もね、混沌としてきました。じゃあ、毎回恒例の屈辱の解説席へ。いやー DC さんちょっと惜しかったですね。まあそうですね
ビムさんも強いですね、でもね、なかなか。そうですね、まあ、ビムさん手堅いんで。手堅かったですね、ちょっとね、距離も使って。さあ、では行きましょう、配信台。1P 側、シャルロットを使っているのがディディディ。そして 2P 側、今日もハオマル、63のハオマルです。さてさて、先ほどの、ね、試合もちょっと気になるところですが、この配信の試合を見ていきたいところ。シャルロット対ハオマル。これはまあちょっと月並みな質問。おーっと、弾いて大ギリ。あんまり減らなかった。ここが助かったか ?63 対ディディディですね、63ディディディさん。ここで何を落としていく。さあ、リードを拾いていく。これはまあちょっと月並みな質問ですが、キャラ相性的なとことか注目ポイントとしてあーっと大ギリ。これはこれ使えれば、ハオマルが有利。有利ということは、ロクさん有利ということですね。今でもちょっと出し伏せかなんかやろうとして漏れましたね、今ね。はい、完全に漏らしましたけども。おっと、ここで反撃。肉は取れない。肉を取りにダッシュいく。だがその分、超絶進出いく。まだ分からない。さあ、ジャクジャク。おっと、大事に使って。トライスラッシュ、ガードして。ここは何に切り替えていく。なんで暫定打たないんですかね。暫定だったら勝てたのに。暫定入りますよ、普通に。どうしても投げたかったということで、こだわりの投げを見せていく。危険だったということですね。まあ確かに勝ったからいいじゃないかとロクさんも言っていましたけども、それが今後どう響いてくるかですね。しゃがみ台切りを一生懸命下段下げで避けようとしてますね。なるほど、そういうのをちょっと試そうとしている、誘っているということで、あれ避けると台切り入るんで。なるほどなるほど、その一発を狙っていくと。さあ、 DDD さんね、まあ、新サムはそこまでやっていないとは思うんですが、初サムはあれだけやっている方ですからね、隙はおそらくないという。あー、ここで行ってるそばから隙を出してしまった。なんで投げなんだろう。こだわりの投げですね。あそこ斬鉄の方がまあ安心だし、減りもするという感じなんでしょうかね。斬鉄でいいと思うんですけどね。確定の斬鉄ポイントを逃して投げというこだわりがありますね。さあ、投げを通していく。このダッシュ投げ、これはあれですかね、もしかしてこれから先の戦いも見据えてダッシュ投げのちょっと確認をしてるとかですかね。の試合でちょっと調子が悪かったかもしれない。さあ、残り10秒。ここで飛び込みまくるが、おーっと、ロクさんのガードが硬いと言おうとした瞬間、下に、あー、まさかのロクさんのガードが硬くなかった。さっき10秒の段階で半分くらいありましたよね。そうですね、あれなんか大変2回大丈夫ですか、ロクさん。ちょっと多分全部投げられても間に合わなかったような気がします、ね、あれなんかあとガードしてればよかったんじゃないかな。あー、大事に入って、これはちょっとロクさんの今動揺してる隙に決めたいところ。 DDD 先ほど上北さんを破っているということで、ここでもしロクさんも破るようなことがあったら、これかなりすごいですね。本物の大金星を上げ続けている、優勝2冠もあり得るという感じでしょうか。あ、そうですね、そういう意味では世界大会の1位、2位がすでに消えているという状況ということで、非常にまた混沌としている新サム、誰が勝つのか全くわからない。さあ、お互いほぼ体力5分、若干ハオマルリードでしょうか。その状況で残り40秒。 なんでかわして出し投げなんだろう。確かに、ね、このこだわりのこだわりであれ、なんで入れないだろうって疑問から、入れろっつーのっていう、ちょっと強めのツッコミに変わりましたね。あー、大切り、これはおっと、下大切り、あーった、あー、うわ、ちょっとロックさん、後で D3 さんから説教があるかもしれないですね。いろいろありましたが、勝ったのは DDD、 最後立ってた方が強いんです。まあまあ、ありがとうございました。僕も1回戦で負けてますからね。負けてますからね。はあ、弱すぎる、煽られてますね、これね。ちょっと確かになんかあれですね、何か狙っていたんでしょうか。はい、放送ちょっとじゃあ検閲で、次の放送予定の試合でちょっと検閲をお願いします。竹谷さん対微分さん、あ、いいんじゃないですか。原案同士じゃなければ、竹谷さんは原案同士じゃなければ大丈夫ですか。じゃあ行きましょうか。わかんないですけど、切り替えてもいいですけど。じゃあ竹谷対、誰だっけ、微分さん。はい、じゃあお願いします。他の試合は大丈夫。あ、もう、あ、そうか、もうベスト4だからいいか。ベスト4だよね。あ、ベスト8最終試合か。はい、お願いします。やってください。はい、ベスト8最終試合、ベスト4の座をかけて戦う 1P 側、竹谷の原案、そして 2P 側、微分のチャムチャム。さあ、先ほど D3D さんを破って上がってきたこのチャムチャム、立ちはだかるは原案を使う、この竹谷。これポイントとしてはどうですか、試合の。
宙切りリード取られたらチャムチャムの負け。宙切り、あの投げられないんで。そうですね、はい、ただ、今チャムチャムがリードしてるんで、はいはいはい、この状況だとゲンアンの方が弱い。なるほどなるほど、はい、これ仮にですけども、はい、もう弱切り一発だろうが何だろうがリード奪われた日にはもう、そうですね、お疲れ様でした。弱切りだったらまだ死ぬ。あ、弱はまだ大丈夫ですね、はい、万が一大切りなんかもらった日にはもう大切りはもう諦めない。あ、お疲れ様でしたつってこれじゃあ本当にじゃあもう時間切れでほんのちょっとしか減っていないで勝ちが決まるってこともあり得る試合ということで。そうですね、徹底したらそうなりますね。なるほど、頑張れ。まあでも滝はいい人なんでね、攻めてくれます多分。そうですね、でも今はちょっと不利、まくられてるんで。ああ、そうですね、そうそう、攻めざるを得ない状況になると大面が刺さったりする。そうですね、まあ、滝谷がね、このそういうなんかもうバグとあえて言いますけど、そういうバグ要素を持ってるキャラ使ってるこの、はい、なんか後ろめたさがあるので、ちょっとリードしても多分攻めてくれると思うんですね。そうですね、これがチキンとかフェアさんだったらそんなことしません、はい、これ本来もうこれで負けです、ね、そうです。あ、本来はもうこれで、あ、お疲れ様。もうあとは80秒時間を飛ばしてもいいんじゃないかと。そうですね、一応残り3秒くらいから見てみるみたいな、そういう世界ですねですね、もう本来だったら残り80秒間ちょっとガロボーさんの性癖について語るぐらいの勢いでしたけどもまあ大会ということで何が起こるかわからないと。もう多分竹谷さんボタンを押す意味がないんで。あ、もうボタンを押すもうガードするかしないかってそれだけでいいみたいな。レバー、まあ、斜め入れっぱなしにしてればいいだけですからね。ああ、なるほど。このブーメランの削りを一応警戒とかですか。まあそうですね、まあ、ブーメラン投げるの見たらジャンプすればいいんで。おお。あ、そっか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 。レバー操作だけでいい。そっかそっかそっか。近くでブーメラン投げた日にはガードも確変ですもんね、はい、終わってますね竹谷さん、竹谷さん優しいけど素朴な疑問として。あと、これはどっちだ、勝ってるの竹谷か。優しいけど実は優しくないな、これ優しいふりをしているだけだな。ガンマチ、いや、ゴムチしてるには僕には見えませんね。こう審査員の印象を巧妙に操作していく竹谷ですね、これね。レバー前入ってますからね、あの瞬間に何かやれば。そうです、そうです。あの、微分さんが悪いですプリキュアだったらそんなこと言わないぞ。あ、飛んだ。おお、優しいですね、今ね。優しい、ナメップですか、この優しさあんなに攻めたのに。これを印象付ける、この審査員。あーっと、対空していく。で、今度は微分さんが頑張りするっていう、こうね。こうなると、ゲンアンは結構厄介です。さあ、来ました。おっと、これは、ゲンアン、逆にこの傷…あー、台入った。これはやばいぞ。ピオリスンでしたね、今ね。やばいですね、はい、さあ、削っていく。リードを広げる。まあ、なんせ今日、微分さんね、プリキュア見てますからね。これはありえますよ。さあ、微分、優勝して、あの、子供用のあれですか、あの、カードで遊ぶプリキュアのやつを指定するかもしれませんからね。なんとしても阻止しなければいけない。ブーメランは違う。危ない、ブーメランは違う先生の採点で今ダメで罰がつきましたね。危ない、赤ペン先生が危なかったですね。今死んでましたね、今ね。 B3 さんだったら殺してましたね、今ね。あーはーはー、チューキック刺さった。優しい。勝ったのはビーブン、勝利おめでとう。これは優勝ありえるかもしれないですね。ベスト4最後の座を射止めたのはビーブン。はい、鳴沢ゆい対 DDD お願いします。はいはい、ちょっとじゃあ枠を取り直して、はい、じゃあ今のうちにじゃんけんして席についてください。さてさて、ベスト4に鳴沢くんが上がってきたということで、そして対するは、DDD、どちらもいわゆる新サム勢ではないお二人という感じでしょうかね。さあ、行きましょう。初サム勢対同級生勢、夢の対決。まさかの新サムで激突。同級生勢ってのは何なんだって話なんですけど、え、萌えプロ勢、あ、萌えプロ勢対、同級生勢と。俺は萌えプロ勢と、初サムなんかやったこともねえよって今言ってましたね。そこまでは言ってねえっていう。さあ、何を通していく。これは、まあ、スライディングにシャロットのしゃがみ台が勝ち合うと、ああいうふうに、あ、なるほどなるほど、しちゃうのと、チャムチャムがピヨっちゃう。あ、チャムチャムピヨっちゃう、いいですね。ちょっと網飛んじゃうみたいな感じでいいですね、今のねジャンプが、あの、勝ち合うと殺されちゃう。なるほどなるほど、ジャンプ結構多いですね殺されちゃうポイント。そうですね、スライディングと下台切りが勝ち合ったり、ジャンプが噛み合うと、はい、ジャンプ飛んじゃうになっちゃうんですね、はい、死んじゃうっていう。逆にシャドットもそれしかないじゃないんで。おっと、なるほど、まあ、じっくりした中でその一瞬を狙う対戦という感じでしょうかね。おっと、下ジャックキックで誘って下台で仕留める。正しいですね。
正しい、素晴らしいですね、いい誘いでした。あそこら辺でしゃがんで睨みつけるとチャムチャム守備で切らしてスライディングが出し投げくるんで、それに見えたらしゃがみ台を振るっていう。なるほどなるほどなるほど、素晴らしいコース、さすがですね。ということでまず1ラウンド目取っていったのはディディディ、ここから投げ、この辺はもうショサムからの伝統のムーブですね、今のガードして投げっていう回避しづらいパターン。さあスライディング、スライディング、これやっぱりチャムチャム側はその車台切りを警戒しつつもスライディングをやはり差し込んでいくと、そういういつも通りのパターンなんですかね。そうですね、それ以外に手がない、手がないと、他にやることはないと。そうです、スライディングの具合を確かめる、わーっと台切り刺さる。やはりチャムチャムはスライディングに始まりスライディングに終わると。そうですね、まあ、あのしゃがみ台をさっきみたいにあの下段下げで避ければエンタチ台が入るんで。あ、なるほどなるほどなるほど、その辺の駆け引きもあると。さあまだリードしているのはシャルロット、これおっとスラ、ここでタイミング逆転、削りでリードを広げて残り23秒。さあじっくり20秒来た、飛んだ飛んだのはまずかったか、見てから大切り一戦勝ったのは DDD 決勝進出。いや今の一瞬え飛ぶのってちょっと止まりましたね今ねあじゃあうんみたいなこと落としましたけども、素晴らしい反応、さすが萌えプロ勢。なんださすが萌えプロ勢ってどういうことだじゃあ準決勝第2試合いきましょうかね。微分対進化系、え、これは、チャムチャム対ズイガーということで。あ、これかわいそうな、かわいそうな組み合わせですね。え、何がかわいそうなんですか、ちょっと説明して。チャムチャムの何がかわいそうなんですか、ね、スライディングを打つと6割持ってかれちゃいますね。そんな主力兵器を打っただけでガードされただけで、先端をガードさせないとあのしゃがみ中キックが確定するんで、はいはいはい、あのそこから筋肉バスター入っちゃうからのズサードドンバーが入るですね。ペレレペレレですね。その後削られて6割。なるほどなるほどなるほど、2回やられて終わりっていう。素晴らしいですね、スライディングを2回打ったら死ぬっていう。そうですね、大変ですね。ということでワンピン側は死にかけ、離れたら離れたであのブルカンがジャンプが短いから届かないっていう。ああなるほどなるほど、終わってますね。まさか死にかけさん負けないと思うんですけど、ね、そうですね。ただ私の記憶が確かならお台場だ。あ、ミスター、ミスター、ミスター。死にかけちょっと今日酔ってるんですかね。死にかけさんまだね精度が悪いんです。ちょっと精度まだ精度が悪い。死にかけレベルを捕まえて精度が悪いですね。でさっき言いかけたんですけど、この間のね新年会でお台場カルチャーカチャーでやったこの試合、俺がランダムで決めたキャラがリースリーリーさん使うキャラがまさかのチャムチャムで死にかけ湧いてました。あれ終わったってなんか会場の空気がピキッとなって、うん、何俺なんか悪いことしたとか思ったんですけどねランダムで決めたあれですからね、あっと思いました。俺もでもその試合制してましたからね。あの試合確かあんまりスライディング打ってなかったような記憶があるんですけど、はい、スライディングは打つ意味がない。ダメです、中キックですもんね、大体打ってたとして。そうです、今全然減らなかった。なんか根性値すごかったよな。ジガーの金太刀台はあの腰、はい、が伸びきると16しか減らない、中切りぐらいしか減らない。ああ、なるほど、それプラスあの体力補正であんまり減らなかったという感じですね、はい、さあまずは取っていったのが、D3D D3 一緒に死にかけさん、死にかけさんD3 さんの話だからついこの話しちゃって全然減らないな、やばいですねこれ。あ、え、あれもかっかい、はい、危ない、今すごい下から今強引に持ってきましたね、はい、いや見捨てねえしみたいな感じで。さあまさかこれはビブン、プリキュアを見た日にキュアチャムチャムを使って負けてしまうのか。ジーガーはカウンターダメージ補正すごい高いから打撃では死なにくいくせに投げると怒るっていう、ね、ああなるほど、チャムチャムの投げ打撃回数が多すぎて取りやすい。なるほどなるほど、おっとここは相打ちを取っていったか、ダメージ的にはちょっと損したいぐらいの勢い。そうですね、さあ中足さして危ない危ない、さあスライディングは命がけ、これはこの削りでも危なーっと、これで怒って回避していくか、大切りから何が通っていく、さあほぼほぼこれで怒り確定ぐらいでいく、さあこれ何を通していく、さあ猿が爆死して、3回投げればもう1回投げればまだもう1回あるぞ、まだ分からない、体力リードしているのはチャムチャムだが、このリードはほとんど意味がないレベル。あーっとダッシュ見てからブーメラン、そして前転で受けようとしたんですかね今ね、惜しくもギリギリ間に合わなかった。中ブーメランはあの画面の左に向かって打つと、はい、あの前転に当たるんです、はい、あ、なるほど、今そういうネタをリムさんが知ってか知らずか、知らないんじゃないですか、多分知らないんで、へえそうなんだみたいな反応しましたからね今ね。あれ右側からだったら抜けられちゃう、ね、あ、なるほどなるほど、そんなネタがあったとは。やはりこう実戦の中で久々に目覚めるというこうね、プリキュアっぽい、あーミスってねえし危ないですね、6割奪うところをほんの1割くらいで済ましてやったという優しさが出ましたね。優しい、これがどうなるのか、まあ、重ね重ねで言いますが D3 さんとは殺してました今さあ蓋を開けてみれば一進一退、ここでどうするか、さあ
死にかけ、ここは手堅くかつあの削りでリードを広げるというそういう作戦に出ている。時間がなくなっちゃいますね。そうですね、もう残り40秒切っている。どこかで攻め手に回りたい。攻撃を当てなければいけない回数が非常に多いぞ。微分さあ、それはやばい。中足から、いやミスってねえし狙ってるし。さあ、ここはくぐったが何もない。さあ、土佐に間に入れて、ダギリからの、ダギリ繋がらない、はい、繋がらない、ね、最後は決まってしまった。いろいろあったが、勝ったのは死にかけ、決勝進出。いや、ミスってねえし、だから連続技も全然繋がらないですからね。さあ、死にかけ、勝つには勝ちましたが、ちょっと決勝に向けて不安の残る試合内容が若干見受けられましたけども。さあ、ということで、長かった戦いですが、最終戦を残すのみとなりました。上がってきたのは DDD、そして死にかけと、萌えプロ勢対、ケンサム勢という対決ですね。なぜか新サムで激突ということで。はい、じゃあじゃんけんで 1P、2P 決めて、決勝戦いきましょう。はい、じゃんけんの結果、 1P 側を選んだのが DDD、 そして 2P 側に座るのが死にかけとなっています。これは DDD さんが斜め45度から中切りで飛び込むと死にかけさんは死ぬと思います。なるほどそういう情報もありつつですね。では行きましょう。超人五輪最終種目新サム決勝戦始めたいと思います。 1P 側 DDD、 そして 2P 側死にかけ。おっと、これはトライスラッシュに大パン勝ち合う。対空が失敗して、あ、今の角度いいですね、今のね、いいですね。あれがちょっと落としづらいということで、と中足からキャンセル。ここのグーパン、この相打ちは非常に痛い。おっと、大切りめくり刺さる。さらに飛んでリードを広げる。ここでさらに飛んで大切り落ちない。あの角度落ちないんですね。はい、あれが落とせないと、うん、今近距離大パンが出てたようにも見えましたので落とされちゃいましたね。落とされちゃ、あーっと、これは危ない。当たってしまう。ダーバーと、だからミスんねえって言ってんじゃん、さっきから一回もミスってねえしみたいな。さあ、死にかけ、まさかのケンサム指定リーチか。 DDD2 冠に向けてここ後がない。取っていきたいところ。頼む DDD、 みんなお前の味方だ。なんでみたいな感じで死にかけさんが俺なんか悪いことしたっけ。いや、しましたねさあ、わからない。だから本当にどっちが勝つかわからないですね。非常に熱い展開。あーと、ケリーがこれ危険な、まあ、あ、今のはちょっと浅かったですね。対空、ここで広げていく。わからないぞ。これ飛んで、飛んだが対空は何もなし。飛んで、俺も飛ぼう。ちょっと若干雑になってきた気配もありますけど。さあ、ジャキジャク、ここで、やーっと走ってきたところにジャキギリ。今急に死にかけ、ちょっと動揺したんですが、ね、若干雑な飛び込みも見受けられましたが。まあ、でもあと一撃でシャーロットも多分死にますね、今の。そうですね、ちょっと、はい、シャーロットもね、当たっちゃったらわかんないですからね。さあ、そして最終戦までもつれ込む。勝つのはどっちだ。あるぞ、二冠リーチ。あ、決めていきたい。萌えプロ勢の星なのかなみたいな感じで。さあ、飛び込み、ここは裏で、さあ、スラからの、いや、だからミスってねえし何狙ってたし。あっと、ここは危なかった。今スローがかかったが、ここは対応していく。さあ、リードを取っているのは死にかけずいが、ここはおっと飛び込み。さあ、飛びをどうにか通していきたいところか、DDD。あーっと、スラが入って、だからミスっていない、もういいやつだ。なんだこれ。あー、まさかの原骨が入った。優勝は死にかけ、おめでとう。おめでとうございます。うお、なんか最後ドカッと決めましたね、素晴らしい。いや、やっぱあの辺の精度が死にかけたのすげえな、早いと思って、気づいたらドカッて減ってる感じでしたね。いやー、すごかった。決めていた死にかけ、おめでとう。ついにですか、死にかけさん、新さんも取ったことあったんだっけ、あんま覚えてないけど。1回あった。いやー、すげえな、死にかけさん、素晴らしい。じゃあ優勝インタビュー行きましょうか。戦かな、剣かないいですね、いっぺんやってみるのもどうしようかな、2択かよ、本当に。まあ1回やるのも面白いかなって個人的には思うんですけどね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、優勝した死にかけさんです。イエーイ、おめでとうございます。はい、
い、いやまあ当然見捨てないですよねあれはね。いやもうダメですね、あのちょっと実はあのすげえ途中から体調めちゃくちゃ悪くて。あ、そうなの、大丈夫、わけわかんなくなってたからもうちょっと緊張しちゃってですか。あ、それもあるんだけど、まあなんか、はいはいはい、うん、あ大丈夫ですか、まあ、はい、はい、じゃあ手短にいきます、まあ、はい、ね、決勝戦熱い試合制して優勝ということで、はい、おめでとうございます。いや、ほんとすごい、相変わらずキレッキレですね。いやいやいや、素晴らしい、全然あのコンボ制度があのゴミみたいだったんで、あの、本当に良かったんで、まあでもあれ難しいね、まあ、難しい、とっさにやるとそうそう、当たったって思って、うんうん、なんかそれでもうグダグダになってしまって大変申し訳なかったです。まあ中足すらまで繋がってその後ミス、ちょっと精神的にもね、うん、あやっちゃったってなるからそこはあれですけど、いやでもそれを持ち直し優勝まで持っていくということで素晴らしいですね。あ、よかったです、おめでとうございます、最後はぶっ放しでした、ありがとうございましたまあまあでもね、いやすごいですよあれは。俺も何であのグーパンで落とされたかわからないということではい、ということでですね、超人五輪優勝者ということで、はい、次の種目1個指定でいきますけども、どうします、新影さん、どうしようかな。 NG ワード言っておきますか、剣と線って言葉が NG ワードになってるんですよ何それ知りませんでした、言ってませんでした。え、マジでこれ言うと大変なことになる。あ、マジですか。剣って言葉が入るやつと線って言葉が入るやつはダメなんですよ。あ、マジか、ニコ生消えちゃうとかいきなりダメです。マジですか。 赤番待ったなし。それポリスメンが飛んでいきます今。マジですか。なんでそれ以外です。だから例えばスーパーストリートファイター 2X とかだったら一文字も入ってないで大丈夫です先行乗るのダメです。先行乗るのとかダメです。マジっすか。あと剣のやつなんかね、そういう今のところ侍で初代とか新とかって入ってるんですかね、あの超人五輪で。あと初サムはさっき DDD さんが指定した。なるほど。他のシリーズはサムスピシリーズはなかったはず。よし、じゃあ今日指定したのが鉄拳タッグ新意見、はい、初サムですから。よし、じゃあそうですね、じゃあけっ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 、え、はい、本当何でもいいよマジで。俺もああだこうだいつ別に全然いいと思ってるし。なるほど。天外魔境神殿分かりました。違うの違うの、今心の声が今聞こえてきたんだけど。聞こえてないよ誤報テレパシー関係ないよ。おかしいな、ちょっと俺も狂ったかもしれない。違うの、どうしよう。ガロツはないな。あ、すいません、隣のやつの声が聞こえてきています。それ隣のやつのどこのテレパシーやねん。混戦しちゃって今。混戦じゃ、言ってない言ってないって言ってるよ。ダメなのか。じゃあ文化放送のちょっと昔のちょっと韓国が頭の中に流れ込んできて、どうしようかな。好きなもん、職種、ちゃう、やりたいもの、やりたいもの、職種、カンコレ、プリキュアのカードでやるやつ、あの踊るやつ、アイカツ、アイカツ、違う違う、何すんだよ。だからどうしようかな。だから今、ね、後で決めてもいいよ。え、後で決めても全然いいよ。じゃあちょっと後で、うるさい、ガロボさん、なんだよ。いや、こういうのは今決めた方がいい、今決めた方がいい。あ、そう、うん、何する、何でもいいよ。セブンティアイス、新サムライスピリッツでお願いします。え、新サム、新サムいきますか。わかりました。本当にいいですよ、もう、空気読みましたよ読んだよ一回線とか剣でも面白いと思うけどね。いいの本当に、まあ後で変えてもいいけどね。あの場は言いましたけど、やっぱり新サムでわーとか言って、新サムでとか言って、別にいいよ。なんで本当に、あ、迷うんだ。やりますよね。え、サムライ対戦やりますよね今年。まあやる、サムライ対戦はやるけど、センサム系サムがあるかどうかわかんないよ。うマジか。ああ。あれは査定試合となっていますから。まだ今迷ってます。けど新サムでお願いします。けど新サムで行くの？わかりました。わかりました。次で勝つわ。次勝ったら剣サムやったるわ。もう一回やると。もう一回やったら。体調がバーゼル状態でもう一回勝ってやると。やりますやん、もう。わかりました。新サムでお願いします。新サムですね。わかりました。じゃあ新サム大会優勝した、新影さんは新サムをしてということでありがとうございました。改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、剣サム。さあ新サム勢喜んでます。せっかくのチャンスだったんですけどね。ありがとうございます。いやでも新さんもね、もちろんね、新海さん優勝したし、また次も優勝可能性は高いですし、盛り上がってるんでいいと思います。はい、ということで、3日間にわたってお送りしてきた、超人五輪ですけども、最後の、新さんも終わりということで、全ての種目が終わりました。改めまして今日指定された4つのタイトルですけども、まず鉄拳タッグ初代、そして、新意見、まあ、これはちょっと分かんないですけども、もしなかったら、スペクトラル&ジェネレーションでしたっけっていう話でした。まあでもいろいろ迷ってるんでね、ガルパンおじさんになるかもしれないと。そして3つ目が初サム大会を制した DDD が初サム、そして今、新サムを制した新崎が新サムということですね。初サム新サム続投となっております。はい、はい、ってな感じで大丈夫ですか。もう、もう寒い中いろいろイベントある中、本当にありがとうございました。そうですね、ありがとうございました、本当にありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました、ね、俺が言うのもあれなんですけどもね、なんで池田さんいねえんだよ、だからよ、いや
あのメールが入ってました。メールが入ってました、ごめんごめん知ってた。はい、ということで超人五輪以上終了、ありがとうございました。はい、のじゃ遊んでてください。このナコルルはディスリーさんです。2本目